はい、皆さんこんにちは、亀の子たちです。はい、今回ですね、100均のダイソーさんでめっちゃ変わったハサミ発見。はい、今回ね、皆さんに紹介するやつなんですけど、最近100均のダイソーさんのね、商品のまあペンとか自分いろいろと紹介してるんですけど、いやーもうクオリティ高いですし、なんかかっこいいですし、もう100均っていうのがもうちょっと信じられないようなね、はい、クオリティのやつがなんかいろいろ出てて、うわーってなってるんですけど、はい、今回ですね、紹介するやつはってなるようなね、まあ、ちょっと珍品な感じになります。まあ、自分結構ね、珍品好きだったり、まあ、100均こそ結構いろんなところね、そういうふうな普通メーカーさんがなかなか行きづらいところもバーって攻めていっていただけると、個人的にはね、なんか嬉しいような感じがするんですけどね。はい、ということでね、まあ、今回のやつなんですけど、正直ですね、まあ、これネタ枠かなというやつなんでね、はい、ぜひですね、まあ、これ100円なんでね、まあ、そんな高くないんで、あ、今回の動画見て、あ、これ楽しそうとか、面白そう、あ、これちょっと興味あるよという方はですね、まあ、ネタに買ってみてもいいんじゃないかなと思います。はい、ということでね、まあ、いろんな方がいらっしゃいますけど、今回の動画もぜひ最後まで見ていただいて、いいねとチャンネル登録の方を忘れずにしていただけると嬉しいです。ということで、今回も最後までお楽しみください。それではスタートします。はい、ということでね、またね、パッケージの方にこれ戻したんですけど、はい、これね、もう見た目からね、ちょっとインパクトあるんですよね。はい、ということでね、まあ、自分もね、お店でね、思わずあってね、声が出ちゃったぐらいのね、変わったやつなんですけど、はい、一緒にね、その感動をちょっと体験しましょう。はい、ということでね、じゃあ出したいなと思います。はい、それがこちらになります。じゃーん。はい、これね、ハサミなんですよね。もうこれなんかね、形がですね、なんかすごいことになってますよね。はい、まあ、ハサミってなんかね、このね、指通すとこがなんか2つのやつが結構まあ多いし、まあそういうふうなイメージあるんですけど、これ3つついてるんですけど、これね、1、2とこういうふうになんか縦につながってて、これがですね、さらになんか角度変えるみたいな感じで、こんな感じになってるよというやつになります。いやー、これね、めちゃくちゃ面白い形してますよね。これね、ここのところになんか図があるんで、まあ、ね、使い方はなんとなく分かる感じなんですけど、これなくてですね、ハサミ貸してって言われて、これパッて渡されると、これえって思わず声出まして、え、何これみたいな感じでちょっとびっくりするやつですよね。はい、まあそんな感じでね、ちょっとネタで割とこれ使っても面白いやつなんじゃないかなと思います。はい、でね、これね、結構今回ねツッコミどころが多くて、はい、ここのところなんですけどね、はい、まあまずパッケージから見ていくんですけど、携帯に便利ハサミみたいな感じで書いてあるんですけど、これどう考えても携帯になんか便利そうな感じしてないんですよね。というのも、ここのところなんか縦になってますし、なんかかさばりますし、なんか折りたためそうななんか要素みたいなのもなんか見られない感じですし、しかもこの先っぽですね、なんかケースがついてるわけでもなかったりもするんで、これはちょっと携帯に便利というのはどうかなという感じがします。はい、で、まあ使い方こんな感じですね。はい、指をこんな感じで通すんですけど、いやー、これで本当にちゃんと切れるのっていうのがちょっとわかんないところですよね。はい、でもこれね、パッケージのところは割とですね、なんかこれ縦になんか文字がシュッシュッって入ってたりとかですね、はい、割とデザイン的にはなんかかっこよくなってるかなと思います。で、ここのところ英語のところですね、まあ、見てみると、ステーショナリーシザーズポータブルって書かれてます。はい、まあ文具ハサミポータブル、やっぱりポータブル携帯っていうことをね、ちょっと歌われてるんですけど、やっぱり携帯に良さそうな感じはちょっとしないですね。はい、で、まあ親指の上下運動だけでサクサク切れるって書いてあるんですけど、いや、なんかそんな感じもちょっとしない感じなんですけど、まあでもね、ここのところですね、まあダイソーさんのこれね、ロゴなんですけど、最近のダイソーさんのロゴ入ってますよね。なんでこれ、いつ登場したやつかちょっとわかんないんですけど、割とこれ最近でも現行で売られてるやつなんじゃないだろうかと個人的に思います。はい、で、まあイラストはイメージですって書かれてるんですけど、うん、これなんかイメージというよりもなんか使い方というか、はい、まあそんな感じがしますね。で、まあ、今回のやつはハサミ2、シザーズ2、ナンバー1というふうに今書かれてます。じゃあ後ろ側ちょっと見てみましょうか。はい、まあ、後ろはこんな感じになってます。はい、まあ、バーコードはこんな感じです。携帯に便利なハサミ。うん、やっぱりここも携帯歌ってますよね。はい、で、まあ、全長 15.5cm、刃渡り 5.9。で、まあ、下のところはローカライズ化された言葉で、まあ、インチ表記がされてる感じです。で、まあ、ハサミ2でナンバー1。で、D、これ I かな、の 21P の 12B015 で、ロットナンバーが 3008CB というやつを自分買いました。
はい、でまあこれ適しているもの、まあ紙はわかるんですけど、ビニールもこれいけるのかな、なんかちょっと気になりますよね。はい、でまあ特徴、はい、ペンケースに入れても邪魔になりにくいスリム形状。いやこれどう考えてもね、あの角度変えてるところ邪魔になりそうな感じするんですけどね。はい、まあ薄いペンケースとかなんかこれ入らないんじゃないかなと思います。はい、でまあ使用上の注意、あの刃に触れないでください。でまあ段ボールなど硬いものに使用しないでください。まあ刃先で物を叩いたり、まあこじったりしない、こじったりしないでください。はい、でまあ、あと他にもなんかいろいろ書いてあるんですけど、まあ、そんなにまあこれは大したこと書かれてないですね。でまあいろいろとあの、まあ、ローカライズされた言葉が書いてあって、まあ、材質に関してはまあこんな感じになってます。まあ、一応これステンの刃なんで、まあ、錆びにくくはあるんじゃないかなと、まあ、思います。で、まあ、下のところ見てみるとダイソーさんのロゴがついてて、うん、その右側ですとね、これ何なのかな、 TSOURA、 うん、なんかこういう風に書かれてます。で、これ作られてるところが、これあれですね、なんかあのチャイナかな、メイドインチャイナになってる感じですね。はい、まあでも一応なんかこんな感じになってます。でもここのところなんかダイソーブラジルとかって書いてあるんですけど、まあこの辺どうなのかな、ちょっとこの辺のなんかあの積み分けみたいなのはちょっとわかんないんですけど、一応こんな感じの表記が書いてあるやつです。はい、でこれ値段なんですけどね、まあ、100円です。なんでまあネタにあの面白いという感じで買ってみてもいいんじゃないかなと思います。じゃこれね、開けてみましょうか。こんな感じであの簡単にまあ開けることができます。はい、でねこの中身なんですけどね、こんな感じなんですよね。いやーなんかこれ変わってますよね。こっちかはこれなんかちょっとベージュっぽいような色やかな。はい、なんかこんな感じになってて、まあ、黒がこういう風になってて、うん、デザイン的にはこれね結構これおしゃれなんじゃないかなと思います。なんかデザインステーショナリーとか、なんかそうですね、あのなんか変わった文具みたいな感じで、まあ、珍品っていう感じで、まあ、これねやってると割と、うん、面白いって言われるかもしれないですし、これ例えばですね、あの文房具のクイズとかでこれ一体いくらでしょうかみたいな感じでね、はい、なんかね、あの他デザインチックななんかペンとかと一緒にこういう風に置いておくと、えこれは100円じゃ、ええこれ100円には見えないぞ、これもっと高いような感じだよみたいな感じでね、なんかねこれちょっと格付けとかにねなんか使えそうな気がしますよね。はい、これちょっと使ってみようかな、また年末とか、はい、年末年始来年とかなんかちょっと使いたくなるようなね、はい、まあこんな感じのやつになってます。はい、まあそれだけでもそう考えるとあの100円以上の価値あるかもですね。はい、じゃあこれね実際ちょっとね指通してみようかなと思うんですけど、これちょっと説明書見ないとなんかちょっと使い方わかんないですよね。これ親指をこうまず通すみたいですね。で人差し指をこうして、これをここ中指と薬指をここのところに入れて、小指をここに添えるっていう感じなんですけど、うん、もうすでになんですけどね、これねむちゃくちゃねこの格好つらいです。まあもうちょっと手が小さいとあれなのかもしれない。これこれなんかめっちゃもうなんか入れにくい感じなんですかね。でこれでこうするんですけど、いやーこれはもうやばいですね。ちょっとまともにもなんかこうできない感じになってます。はい、じゃあちょっとこれでね、まあ、ちょっと切ってみましょうか。じゃあちょっとあの紙の方出してみてね、まあ、ちょっと切ってみたいなと思います。まあね、切れ味に関してはこれ普通のハサミかなっていう感じがします。案外ね、まあ、100均のハサミなんでもっと悪いかなって思ってたんですけど、うん、まあ普通にこれは、あ、いや割とチョキチョキ切れるハサミなのかなと思うんですけど、これねこういう風にまあ切った後さらにこう前にまあこういう風にまっすぐとか切っていったりするんですけど、いやーこれね指のこことかなんか当たったりとかなんか結構これね、うん、本当にあの使用感に関してはいまいちですね。いやーこれしかも携帯に便利でもなさそうだし、なんだこれはっていう感じなんですけど、いや逆にこういうのこそがね、自分やっぱり珍品とか大好きな人にとってはこれたまらない感じかなと思います。これむしろなんかね、もう全然なんか持ち方無視してですね、なんか逆になんかこんな感じで持つとかですね、なんかもうなんかこんな感じで持った方が逆になんか使いやすいんじゃないかなという、はい、まあそんな感じのアイテムになります。じゃあちょっとね、まあこれ変わったやつすぎるんで、ちょっと普通のハサミ皆さん忘れてるかもしれないんでね、まあちょっと普通のハサミ出してみましょうか。はい、まあこれらになります。じゃーん、はい、まあこんな感じですよね。まあこれアレックスさんの林ハモンさんのやつで、まあこれがオルフは、まああれですね、
カッターとかが有名なところのやつになります。うん、あ、やっぱりこれの方がね、あの指も通しやすいですし、あの使いやすいですし、細かいやつも向いてますし、うん、やっぱりね、やっぱりこの形がね一番いいと思います。しかもね、あのスリムさで言うとやっぱりあのこれの方がいいですよね。これ携帯にはやっぱりこれ、うん、どう考えてもここのやつが邪魔になるんでね、うん、そんなにあれかなと思います。しかも案外これでかいですよね。これ普通にこれ携帯のハサミじゃないと思うんですけど、いやこれ結構なこれ長さになってますし、うん、まあ、これがまあそうですね、まあ、携帯サイズぐらいかなという感じなんですけど、いやーこれと比べてもやっぱりでかい感じですね。じゃあ他にちょっと携帯用のハサミみたいな感じで歌ってる商品ちょっといろいろと出したいなと思います。はい、まあ、それがこれらになります。じゃあ、はい、まあ、ちょっといろいろと出してみました。あ、この黒と白これ一緒か。はい、これ一緒ですね。はい、まあ、これどんな感じかというと、これ緑さんのやつで、まあ、ここのところこういう風にするとガチャンとこういう風になるよみたいな。うん、これ携帯用のハサミとこれは言っていいと思いますよね。はい、まあ、持ち運ぶときなんですけど、刃をこういう風な感じで収納することもできます。で、まあ、こういう風に出したりとかみたいな感じで、こういう風にコンパクトになるんで、いや、こういうのこそがやっぱりあの携帯用ですよね。あとはまあメーカーさんが違う感じなんですけど、こういうタイプ。はい、まあ、ちょっとこれ開けてみるんですけど、まあ、こんな感じでストラップみたいなのがついてて、いざという時にこんな感じで、はい、カスタネットみたいな、あ、かわいいですよね。はい、あの、まあ、こんな感じのね、なんかハサミとか、うん、まあ、ちょっとあの糸がほつれちゃったとか、なんかあのボタンがどうのこうのになった時とかですね、あの、まあ、緊急事態の時とかにもこれ結構役にこういう風に立つかなという感じで、うん、やっぱこういうのこそがあの携帯用のハサミかなという感じなんで、うん、これはちょっとね、名前書いた方が良さげな感じしますね。なんかあのデザインバサミじゃないですけど、なんかあのスタイリッシュなんちゃらとか、なんかそういう風な感じにした方がみんな結構納得するんじゃないかなと思います。あとはね、これちょっと気になったところなんですけど、まあ100円の商品にここまでちょっと求めるのはまあどうかなっていうところもまあある感じなんですけどね、まあ、ちょっとですね、あのここのところですね、ちょっとね、これあのバリがちょっとある感じなんですよね。なんでちょっとこれはヤスリで削ったりとかした方がいいんじゃないかなって、まあ個人的に思います。まあここですね、ちょっとこれ、はい、出っ張ってる感じですね。はい、まああとはそうですね、まあ商品についてなんか書いてあるわけでも、書いてあるわけでもなさげですね。はい、まあ大きくしてみるとこんな感じになってます。はい、うん、まあこういう風になんかいろいろと突っ込みどころが多いやつなんですけど、でもあのデザインに関してはこれかなりスタイリッシュですし、うん、これデザイナーの名前表記したりとかして、なんかデザインバサミみたいな感じでした方が、まあやっぱりおそらく受けるかなっていう風な感じでした。はい、ということでね、まあぜひですね、これなんか気になった方はですね、これあのまあ100円なんですけど、まあネタに買ってみても、うん、綺麗ですし、まあいいんじゃないかなと思います。まあ個人的には結構あのまあペンとかでも見た目とかですね、こういう風な楽しさとか、まあそういうところを評価したいなと思うんで、まあ個人的にはあのまあ使用感に関してはもう正直最悪な感じなんですけど、はい、あのまあデザイン的なところで個人的には割と評価したいなと思う商品でした。はい、ということでね、まあ今回の動画はこれで終わりにしたいなと思います。この動画良かった、楽しかったという方はぜひグッドボタンを、でチャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、他にもですね、いろいろ面白い動画とかアップしたりしてるんで、見ていただけると嬉しいです。ということで今回もありがとうございました。バイバーイ。